皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさく帰宅しました。今日はね、ちょっと時間が足りなかった。うん、ちょっとね、予定が3つ4つ増えて、5つか増えて、帰宅が12日を超えました。まあね、今日は日曜日ということもあって、まあ、もう月曜日になっちゃったんだけど、日曜日はちょっとね、やることが多かった。いや、違う。昨日は月曜日だ。今日は火曜日だ。もうね、曜日間隔がね、軽くずれてるんだよね、1日。 昨日が月曜日で今日が火曜日だよね。うん。ねあの、ここまでね、落ちるんですよ。低下するんですよ。曜日が分からなくなってくるとね、日にちが分からなくなってくるっていうのは、俺が多忙のスタートの合図なのよ。ちょっとね、やばかったなって感じ。今回は。ただ、多忙の入り口の手前、三つ前ぐらいかな。だったんで。あと三つ重なると多忙が、 スタートするかもしれない。うん。そうなると、そうだね、2、3ヶ月前、まあ、4ヶ月ぐらい前、ぐらいなのかなみたいな、ちょっと、ほとんど余裕がない。もう何も余裕がないみたいなところに来るから、それを乗り越えないといけない、まあ。とりあえず今こうしてね、動画を撮れてるだけまだマシだよ。撮れなくなったらおしまいだもん。うん。またね、ちょっと詳しくは、後日改めて話せたらいいかなと思います。つってもね、時間が足りないから、話さないんだろうけど。 というわけで、ね、ちょっと話が長くなりそうなので切り上げます。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。